行こうか。ああ、待ちくたびれたぜ。とっとと進んでボスたちを追い越してやるか。焦って進むなって注意されたばかりなのに。魔物もいるんだし、慎重に行こう。慎重に。そうそう、慎重に。でもちょっと急いで出発。よほど慌てて駆け足してきたか。おあいにく様、私たちはのんびり歩いてこの速さよ。そっちこそこんなところでもたついてていいわけ？誰がもたついてるだって。速さが全てじゃないとアガーテも言っていた。勝つのは俺の方だ。ボースのやつ珍しく慌ててやがる。あれ見ただけでもこの課題を受けた甲斐はあったな。何言ってんのよ。クラウディアのために課題を達成しなきゃ意味がないじゃない。そうそう、早いとこ用事を済ませて帰ろう。小屋の扉にある注意書きっと。あった、これか。3番目は何々、南に下る旅人は決して街道を外れるの？ん？それって村でよく歌われてるわらべ歌じゃん。ああ、懐かしいな。確か続きは、西は悪魔の野が迫り、東の城には竜が住む、だったか。東の城って流星の古城のことかな。村の近くじゃ一番大きなクリント王国の遺跡だよね。実際に竜を見た人はいないけど、アンペルさんは一応用心してまだ未調査なんだっけ。村にはそもそも見に行こうと考えるやつすらいねえな。悪魔の野はそれ以上の完全な禁忌になってるんだ。レントの目指す塔はその先か。ああ塔どころか、すぐ手前の野に踏み込んでみようって覚悟も腕前もまだまだ私たちにはないね。決して街道を外れるなったよ。さあ注意書きも分かったし帰ろう帰ろう。タオは行く時より帰る時のが元気ね。ところで爆発？
行ってみようぜ。何が起きてるのかもわからないのに危ないよ。おじけづいてる場合か。ボスたちが危ないかもしれないんだぞ。わかったよ。何もありませんように。逃げなきゃ。でも助けないと。でも逃げなきゃ。どうしよう。助かった。あっちは古城の方だ。あのわらべ歌の通り、やっぱり流星の古城に竜はいたんだ。そんなことよりボスたちを助けよう。早く。おお、生きてるよなクソったれが。ちょっと待って、腰が抜けて。まごまごしてるとまた竜が帰ってくるわよ。急いでボスたちをアガテ姉さんのところに運ばないと。わかったよ。どこに行こうかな。よし行くぞ。お前たちみんな無事で何よりだ。そして怪我人を救ってくれたこと心から感謝する。守り手の一人としては同輩が手もなくやられて心苦しい限りだが、アガーテ姉さんが気に病む必要ないよ。私たちも竜が逃げたから助けられただけだし。レントが古城の方に飛び去ったって言ってるから、あれって間違いなくわらべ歌の竜だと思う。それよりそのあいつら大丈夫なのか。傷は大したことなかったが。ああ、爆風に巻き込まれて地面に打ちつけられた衝撃で気絶しているだけだ。大事を取って3人とも搬送させたが、あくまで念のためだ。そんなに心配するな。よかった。この度はこんなことになってしまって申し訳ない。私からも謝罪させてほしい。別にルベルトさんのせいじゃないですよ。ライザの言う通りです。あんなものがうろつき始めた状況ではいずれ誰かが襲われていた。競争という形を取り、互いが近くにいたことでかえって大事に至らずに済んだとも言えます。そう言ってもらえるとありがたい。はい。緊急事態下においても君たちは最善を尽くし、
皆の命を救って帰ってきた。娘を託すのに君たち以上の人間はいないだろう。それじゃあ、ああ、こんな時に言うのもなんだが、課題は合格だ。村に滞在する間、娘のことを頼んでもよいだろうか。もちろんです。任せてください。やったね、クラーディア。ありがとう、ライザ。ベント君、トウ君も本当にありがとう。まあ、いいってことよ。危ないところには行かないよ。ライザを抑えてくれると助かるな。危ないところか。古城の竜については村で改めて話し合う必要があるな。確かに、あの森にいた魔物と今回の竜、どちらも急に現れたのは偶然なのかな。どこに行く？よし。ライザか。あれ、こんにちは。二人とも島に来てたんだ。ああ、島にもクリント王国の遺跡は多いからな。というか、この島は遺跡の塊みたいなもんだからな。調べることはいくらでもある。普通に暮らしてるとそのあたりピンとこないけど、特に東の高台からこのボーデン地区まではほとんど遺跡の上に立っているようなものだな。それってやっぱり珍しいことなんだ。ああ、大都会でもない一地域にこれほど遺跡が密集しているのはかなりな。すごい国だったんだね、クリント王国って。本当にこれほどの遺跡を抱えながら何も伝わっていないんだな。うん、知ってるのは昔あった大きな国ってことだけ。中にはタオチみたく本が残ってるところもあるけど。そうか、ますますわからんな。何が？普通ならこれほどの遺跡がある場所には伝承も広く多く残っているはずなんだ。どこから来た、何があった、今までどうしてた、そういう自分たちに関する伝承がな。その一方で、なぜかこの村は禁忌ばかり多い。あれをするな、ここに行くなという決まり事がな。そうそう、息苦しいったらないよね。私たちを襲った竜も村じゃ定番の脅し文句でさ。ああいうのに出くわすと、渇きの悪魔も本当にいるんじゃないかって思っちゃうよ。渇きの悪魔？歓喜を呼ぶっていう、私たち農家の天敵だよ。湖を渡って来られないから島にいれば安全ってお話。島から出ていく気持ちを抑え込むための脅しだって私は分析してるけどね。どうしたの二人とも、いきなり黙りこくって。もうすぐ歓喜が来るんだったな。うん、カラッカラな日がずっと続いて、
水を持ってるブルネン家が威張る嫌な季節だよ。そうか、やはり調査を急ぐ必要があるかもしれんな。